みなさん、こんにちは。はい、今日は何しますか。お届け物が届きました。なんかママが買ってくれました。開けてみますか。チーいきなりチーだね。使いところ間違ってんじゃないですか、チーの。開けますね。はい、何が出るかな。オープン。これは開けてますか。連想カード。連想カードってなんだかね。出してみようか。おお。おお。テン。はい。わあ。おお、でかい。でかいだ。でかい。はいね。どうやって遊ぶの？紙。の方へ。連想カードはカルタ遊びを通じてお子様の集中力や思考力、推理力を育てるゲームです。絵札にはさまざまな働く人たちが描かれ、着ているものや動作などに違いがあります。3つのヒントをよく聞き分けてカードを何枚取れるか競ってみましょう。4枚1組から遊べますので、お子様の成長段階に合わせて難易度を変えることができます。うん、よくわからん。遊び方。読み札には3つのヒントが書いてあります。読み手はヒントを1つずつ読み上げましょう。取り手は絵札をよく見て当てはまるものを探しましょう。12組48枚のカードがありますが、最初は1組だけ使って遊んでみましょう。遊び方に慣れたら組数を徐々に増やしてみましょう。また違いを見つけるカードだけ、職業を当てるカードだけでも遊ぶことができます。はい、いろいろこれ絵が描いてあるんだね。いろいろ、うん、なんか絵が、ここ絵が書いてあります。これが職業の絵ってことか。職業の絵。これが鳥カード、鳥札。鳥カードって何だね。鳥札で、こっちが、あ、これが読み札ね。読み札。あ、これが1、2、3って3つヒントが書いてあるね、これ3つね。裏なんかね、迷路が作れるみたいな。おお、またそれ別だからね、また今度やるか、うん、裏は裏でなんか迷路を作って遊べるみたいです。はい、いろいろ書いてあります。3つね。あ、それをこれを1個ずつヒントを読んでて、はい、だから俺あいうよとか書いてないんだ、これ絵だけだから。ほら、絵だけだからね。どうだよ。そう、それでクイズみたいなもんで、そう、クイズ当ててくる、これ取る、やってみるね、ちょっと、うん、ね、ちょっと少ないカードでやってみるか、最初ね、うん、あ、これ難しいよ、一つ目のヒントがね、これ一緒なんだよ、丸一が一緒なのがたくさん、例えば動物園の飼育員さんですっていうね、うん、そういうのがいっぱいある、その中で次はピンクの服を着ているとか、青い服を着ていますとかね、あ、多分つまりそうなの。そう、だから1番だけじゃわからないんだ。はい、で、ちょっと遊んでみる、うん、遊んでみましょう。はい、で、いろんな職業がスポーツ選手とか音楽家とかあります。で、とりあえずこの食べ物屋さんっていう4枚のカードを使ってやってみます。はい、で、読むからね。見て、う
選んでください。あ、分かった。ヒント3つ、ヒントがありますからね。3ついいですか。はい。1、白い服を着ています。2、白い帽子をかぶってます。3、パンを作っています。なんとでしょう。はい、はい、正解。今3つのヒントで、白い服、白い帽子、パンを作ってるということで、パン屋さんになります。はい、ね、はい。でもう一個やってみたら、はい、いいですか。ビーチ、白い服を着ています。うん。赤いスカーフをしています。これ二人いるね。そうだね。肉を焼いています。はい。どれでしょう。ちょっとだね。ピンポンピンポーン、ね、これお肉じゃん。白い帽子と赤いスカーフとお肉を焼いてるお肉屋さんです。はい、ありがとうございます。そういうことね、分かってきた。はい。じゃあもう一枚、もう一枚読みます。はい。白い服を着ています。あ、両白い服着てる。白い帽子をかぶっています。寿司を握っています。さあ、どれ。ピンポンピンポーン、ナナちゃんの大好きなお寿司です。お寿司屋さんです。はい。はい、これ今一組だけでやりましたけど、これをいっぱい混ぜ混ぜしてやるともっと難しくなってくるね。もう一つやってみる。うん。次は2組のカードです、ね、8枚使ってやります。はい。お花屋さんと動物園の飼育員さんのカードです。はい。どっちが出てくるか分かんないからね、こう混ぜ混ぜします。混ぜ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 。はい、やりますよ。はい。動物園の飼育員さんです。青い服を着ています。ほうきを持って掃除をしています。どれ。はい、ピンポピンポーン、正解です。やったー。おー、今これとこれね、2つ候補があったね。うん。そういうのを頭でいろいろ考えながらやるっていうのがなんかいいみたいですね。はい、わかった。ね、わかりました。はい、ですか。スポーツ選手です。帽子をかぶっています。バットでボールを打っています。はい、どれ。ピンポピンポン、おー、すごーい。野球選手でした。やったはい、今日は3ヒントで学ぶ連想カードで遊びました。楽しかったですか。はい、はい、また今度全部いっぺんにやってみますか。はい、はい、頑張りましょう。これで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。また見てね。チャンネル登録よろしくね。チン。バイバイ。